お暇なら映画でも。 NHK でドラマ化するからこの機会に鉄人を拾ったよを語りたいということで、どうも藤子 F 不二雄に人生を狂わされたスグワです。ということで、NHK で藤子 F 不二雄 SF 短編ドラマシーズン2が始まるということで、第1弾は鉄人を拾ったよをドラマ化するということですね。まあ楽しみだなというふうに思います。前回のねドラマシリーズの時に鉄人拾ったよとか、やったら面白いのになというふうに言っていたんですけれども、見事僕の希望が叶ったというかまあたまたまでしょうけど、鉄人を拾ったようなね、ドラマ化されるということで楽しみにしたいなというふうに思っております。ということで、鉄人を拾ったよはですね、雑誌掲載が小学館ビッグコミック1983年7月25日号ということですね。 SF 短編としては108作品目の SF 短編ということになります。まあこの扉絵を見てもですね、面白そうという感じがありますよね。鉄人を拾ったよっていうこのタイトルと、この鉄人の足だけ映っているこの感じ、いや最高かなというふうに思います。まあこのやっぱり藤子 F 不二雄の扉絵の面白さねこの何でもないただのもう定年間近のサラリーマンみたいなね、その人が鉄人をこう触ってるっていう感じが、めちゃくちゃいいですよね。このねおじいさんの年代的には博士に見えなくもないんですけれども、博士ではないだろうなと、このスーツ感から見てね、博士ではなく拾ったんだろうなという感じがあって、いいなというふうに思います。ということで、まあ、NHK でねドラマ化するということで、その NHK のドラマも同時視聴会やりたいと思いますんで、ぜひ皆さんも一緒に見ませんかということですけれども、この後は鉄人拾ったよについてお話ししたいというふうに思います。タイトルは猫に小判ですね、まさに猫に小判なお話ということになると思いますんで、よろしくお願いします。少し不思議、少しということで、鉄人を拾ったよについてお話ししたいんですけれども、この作品なんとですね、話すことがないということですね困ったなということです。まあ大好きな作品なんですけど、本当に大好きな作品なんですけど、ただこのお話は本当に話すことがないというか、読んでただ面白いというか、まあパロディ作品なわけですね。鉄人っていうのは当然鉄人28号のことを指して、いるわけですけれども、この鉄人28号的鉄人、まあ兄弟ロボットですね、戦争に使われると、戦争というか、まあ、戦いに使われる某国が、作った巨大ロボットを、何でもないただのサラリーマンのおっちゃんが拾っちゃったら猫に小判だねみたいな、そんな話なわけですね。まあ一応オマージュ元の鉄人28号はつうとですね、まあ横山光輝が書いた漫画およびアニメという感じになると思うんですけれども、これは1956年から66年の時代に発表されたものということで、まあ鉄人ね、僕も知ってるっちゃ知ってますけど、ちゃんと見たことはないですけど、鉄人28号ってやつですよね。これが56年から66年の作品で、鉄人を拾ったよ自体は83年に書かれた漫画ですからね、もう鉄人28号が発表されていた当時から20年以上経っているという時代なんですけれども、まあでも未だにね、巨大ロボットイコール鉄人みたいな、そういったこの感覚というか、そういったものはあるんでね、まあ素晴らしいなと思うんですけれどもまあ、この鉄人拾ったよっていうタイトルね、まずこのタイトルが素晴らしいなと思いますね。でガンダムとか何マジンガーとかじゃなくて、鉄人っていうところが28号って言ってないから28号のことではないですよっていう感じもあるし、ただ鉄人っていうその感じが、面白いっていうかね、そういったところもあるしね、いいかなというふうに思いますね。まあですね、鉄人を拾ったよ僕大好きだけど話すことがないんで、こんなもの用意しました。ザランと、
ということで、原画ですね。原画をご用意いたしました。もうこれでお茶を濁そうということになっております。この原画はですね、藤子 F 不二雄ミュージアムで SF 短編原画展があって、そこでね、写真撮影 OK 会というのがあったんですね。そこに僕は出向いて、もう写真を撮りまくったわけですね。その時に僕が撮った原画の原稿ということになります。写真で撮った原稿ですね。これをみんなで見て楽しもうという会にしたいと思います。全ページじゃないんで、原画展で掲載っていうか、なんていうの?されていたのはね、鉄人を拾ったよの中で何ページか数ページ展示されていたっていう感じになるんですけれども、こんな感じですよ。もしもしどうしました?具合でも悪いんですか?ってきて、いや、奴らは、奴ら?誰もいないけど、これを、この受け取ったこのじいさん、いいっすね。このガニ股感がいいっすよね。何これみたいな感じで。旧帝国陸軍が秘密裏に開発した黒部の新山、狙っ CIA、KGB、モサドって。まあこの人はね、命がけでこの鉄人のコントローラーを、奪い取ってきて、いろんな人に追われて、重傷を負ってここまでたどり着いたわけですね。だが残念ながら超国家秘密、をね渡した相手はただのサラリーマンだったんで、どうしようもなくなっちゃいましたねということですね。まあこの後ね、この救急車呼ばなくちゃ、どっかその辺で電話をって、携帯がない時代なんで、電話どっか公衆電話はどこだって探し回っている間にさっきの人はいなくなっちゃったわけですね。まあおそらく悪い人に捕まって、もう今頃はですね、拷問を受けているのかもしれないという感じがあるんですけれども、押してみましたおっちゃんは。するとゴーンゴーンと聞こえてきて、鉄人がやってきたということですね。いやー、いいですね、この鉄人のこの巨大さ加減、この下からの煽りのアングル、いいですね。この右側のページの一番下のね、コマでおっちゃんがこう飛ばされているのがいいですよね。ひょいーと飛ばされていますね。この漫画で一番面白いところはね、ここのページのこの一番上です。おっちゃんが鉄人の足にこう近寄っていってですね、ガンガンと叩いて、鉄かって素材を確認するところですね。面白いですね。わかります、この面白さ。年寄りって、年寄りっつうか、こういうおっちゃんって自分がわかることをわかりたいんですよね。なんだかよくわからないものを目にした時に、自分のわかる情報を知りたいんですよ。で、叩いてガンガンってやって、あ、これ鉄でできてんだな、ということが、おっちゃんには分かったわけですね。それを確認したいわけです。なんつうの?例えば友達とか、何?親戚のおっちゃんとか、まあ、自分の親でも何でもいいんですけど、例えばどっかのレストランとか、お蕎麦屋さんとか、個室のあるところとか、そういったところにご飯を食べに行ったりした時に、こういう人って、年配の人とか、そういう専門家とか、そういった人って、壁をこう、なんか、触って、あ、これ何でできてんだなとか、なんか、そういうこと言う人いるじゃないですか。机触って、これはなんちゃらの木だなとか、あ、なんちゃら工法で作ってるな、これとか、どうでもいいことをなんか喋り出す人いるじゃないですか。あそこの照明はああなってるな。僕だったら、あ、いや、なんでもない。ね。何かわかることを言いたいっていうね、いう年寄りいるでしょ。まあ僕も含めてね。分かってることをなんか周りに伝えたいというか、分かってることが分かってるんだぞっていうことを確認して、ちょっと自分を安心させたいみたいな、そういったところありますよね。それの一つのパターンとして、このおっちゃんはガンガンと叩いて、鉄かというふうに言ったわけですね。いや、これめちゃくちゃ面白いシーンかなというふうに思います。で、これ多分東京だと思うんですけれども、この次のページね、ただのサラリーマンのおっちゃんなんですけど、東京じゃねえのかな、黒部のとか言ってたし、富山とか長野とか、その辺の人なのかな、もしかしたら。この街並みね、この右側のページの真ん中のこの横長のね、おもちゃも贅沢になったもんだとか、この辺の街並みは東京っぽい感じがしますけどね、多摩川沿いみたいな、なんかそんな感じがしますけどね。ただ、このね、いつの間にうちの庭にの、この庭広いっすね。一軒分余ってる感じがありますよね。駐車場は別にあるんですよ。庭とは別に駐車場があって、そこの前にガーッと、この緑、芝生ですかね。
このスペースがあるっていうのはね、なかなかでっかい家だなーなんて思ったりしますね。で、奥さんにバレるみたいな、そんなシーンになってくるわけですね。この、まあ、正直ね、この漫画、ほぼほぼすべてこのおっちゃん、主人公のおっちゃんの独り言で進んでいくんですよね。そのあたりがドラマ化した時にうまくできるかな、漫画だからなんとかうまくいってるけど、ドラマ化した時にずっと独り言をね、このおっちゃんが喋り続けるっていうことになっちゃうんで、映像化がなかなか難しいというか、感じがしますけれども、お家に帰ってきてからは、この、無口になるっていうのも面白いし、何よりもかによりもですね、この右側のね、三段目の右側のコマ、おっちゃんはですね、庭でなんかギャーギャー騒いでて、奥さんにどなたって言われて、あなた庭で何してるのって言って、そのまま庭から入ってきたんですね。玄関回んないで庭からお家に入ってきたっていうところが、なかなか面白いかなと思いますね。細かいですけれども。で、遅かったわね、うん、残業、うんってずっと喋らないって、いうところがいいですね。で、奥さんにバレて、なんか大変なことになると、こんなものよこしたんだ、これ知ってる、雄一郎が見てたテレビの漫画っていうところがね、いいですね。テレビの漫画っていうね、この当時はアニメなんて言ってる人誰もいなかったわけですね。漫画って言ってました。僕のちっちゃな頃もまだ、まあアニメって言ってましたけど、ただまだ漫画っていう風に、言ってる人もいましたよね。テレビでやってる漫画みたいな、この読む漫画とテレビの漫画みたいなね、そんな感じ。アニメっていう言葉はあんまりまだ一般化というかしてなかったかなっていう感じがしないでもないですけど、鉄人よ飛べゴーって言って、またこの今度お母さんがわーってなっちゃってるのがいいですね。こう無表情で飛んでくんですよねでっかい割に素直なのね、うん、可愛いところもある、どうする気、どうしようっていうね、いいですね。で、処分に困って、なんとかしようということになって、おっちゃんが、まあ、名案を思いついて飛んでいくというところですね。藤子 F 不二雄ミュージアムで展示されていた分はここまでなんで、これ以降はおのおの皆さん見てくださいと、まあ、漫画を買って読むなりしてくださいというふうになりますけれども、ですね、漫画を買う場合ですね、藤子 F 不二雄の SF 短編っていろんなバージョンがたくさん出てるんですけれども、あの藤子 F 不二雄大全集っていうね版がありますんで、必ずこれで読むようにしてください。これがもう絶対なんで。結構ね、藤子 F 不二雄の SF 短編も、まあ、漫画っていうのは大体そうなんですけれども、時代によってねセリフが変えられたりとか、配慮とかね、そういったことでセリフを変えたりとかいろいろあるんですよね、実際のところ。でもこの大全集はセリフを変えたりはせずに、もう本当に可能な限り掲載時というか一番最初の版の文字をそのまま採用していますということなんで、もし興味があってね SF 短編読みたいなというふうに思う方はですね、大全集を買っていただければなというふうに思います。ということで、 NHK でドラマ化するから鉄人を拾ったよう語りたいのシーズン2と、シーズン2の一発目なんですけれども、まさかの喋ることのない漫画が一番最初になってしまって、ちょっと非常に困りましたね。僕もね、本当に好きな漫画なんですよ、これ作品なんですよ、本当に大好きな作品なんですけどね、まあドラマ化をちょっと楽しみにしたいなというふうに思います。どういうふうにドラマ化されるのかね、楽しみに見たいなというふうに思います。それでは今回はこんな感じですね。NHK の SF 短編ドラマは今回全部で8作品やるんですよね。結構ねラインナップとしてはまあ良さげかなという感じがします。僕が今回のラインナップの中で楽しみにしているのはですね、まあ、旅人帰る、生贄、あいつのタイムマシン、これですね。まあ、この3つは、前回のねシーズン1の時の生配信とかその辺でこの辺りをドラマ化すれば面白いと思うんだけどなーって僕言っていた作品だったんじゃないかなと思うんで、それがねうまい具合に今回取り上げられたということで、まあ嬉しいかなというふうに思います。あとね、もう一つこの恋人製造法っていうねかなりマニアックな作品があるんで、これを SF 短編ドラマの一発目に持ってくればですね視聴率が一気に上がったんですけれども、結構ね人気の
まあ、アイドルあたりをですね、使って恋人製造法のヒロインとして使えば、視聴率絶対に上がったと思うんで、それで食いつかせて他のやつも見てもらうみたいなね、すればよかったんじゃないかなと思ったんですけれども、まあ、それは叶わずでしたけれども、あいつのタイムマシン、旅人帰る生贄は名作と、名作中の名作、まあ、全部名作なんで、藤子 F 不二雄 SF 短編はね、全部名作なんですけど、その中でもかなりの名作と、言えるかなという作品なんで、ここがどうなるのか楽しみですね。あいつのタイムマシンはかなりドラマ化したとしてもうまくいきそうな感じがするんで、あと生贄もね、かなり旅とか、だ今回かなりいいです。ラインナップとしては。あんこ大いに怒るはね、エスパーマミの元ネタとなった作品ですけれども、このあたりも、まあ、楽しみかなというふうに思います。来週はマイシェルターですね。マイシェルターがドラマ化するんで、マイシェルターの動画を、まあ、出すということになります。で、一緒に同時視聴皆さんしましょうねということになりますんで、よろしくお願いします。ということで、NHK で SF 短編ドラマが、シーズン2が放送されるので、この機会に鉄人拾った夜を語ろうという動画でした。ありがとうございました。皆さん、それではまた来週一緒に藤子 F 不二雄 SF 短編楽しみましょう。それでは皆さん、ありがとうございました。さよなら。少し不思議、この歌じゃなかったらどうしよう。